はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は佐々木勇気八段対藤井竜王の NHK 杯戦決勝戦のハイライトやらせていただきたいと思います。先手が佐々木勇気八段、後手が藤井竜王で相掛かりの進行となっていきました。で、互いにこの端歩を付け合いまして、9筋は一旦保留となりました。で、7四歩、4七銀、9四歩とこのタイミングで藤井竜王もついていきます。そして7六歩、3四歩と角道を開けて7七角と佐々木八段が工夫の一手を見せていきました。で、同角成同金と進んで、金の形が少し悪いんですが、後から立て直せばいいと、ね、そういう構想のようです。以下7三桂に5六銀と6五桂を防ぎまして、後手も3三金と上がりました。まあ、三段金みたいな形でちょっと初めて見たんですが、以下、まあ、これで2筋の交換を避けるためにはもう3三金と上がるしかなかったようです。そして以下6六歩とつきまして、6四歩に3六歩、6二金、4八金と駒組みが進んでいきました。で、6三銀に3七桂と跳ねまして、8一飛車ですね。まあ、部分的にあの角換わりのいつもの定石と似たような形となっております。で、2二銀、8八銀、3二金、2九飛車、3三銀と本当に角換わりの定石みたいな形になっていきました。ただ佐々木八段が7八金と引いた時に、この一瞬を見逃さずに8六歩と藤井竜王が飛車先を交換していきます。で、同歩、同飛車、8七銀、8一飛車、8六歩、5四歩、そして7七桂と跳ねていきました。まあ、そしてここから藤井竜王は8五歩と桂馬を交換しに行きます。で、同歩、同桂、同桂、同飛車、8六歩、8一飛車ですね。このあたり評価値もほとんど互角と出ておりました。実戦は佐々木八段が4七銀と待機していくんですが、藤井竜王が4四銀と出ていきました。まあ、ちなみに4七銀のところでは4五桂と攻めてしまう手も非常に有力で、これなら評価値 55% ほどと、先手の評価値が 55% ほどと出ておりました。まあ、ちょっとだけ触れておきますと、例えば2二銀と引きますと、3五歩と突く手がありまして、例えばこれ、4四歩と桂馬取りに行って3四歩、4五歩となると4四桂と王手金取りに打つ手がありますので、ちょっとこの桂取りが間に合わないというわけですね。以下、まあ、同歩に、まあ、1五歩同歩、3四桂、3一銀、2四歩同歩同飛車と露骨に攻めて、まあ、2二歩を狙っていって先手が十分と、こういう恐ろしい変化がありました。実戦は4七銀の待機策だったので、藤井竜王が機敏に4四銀と使っていきまして、が5六歩に3五歩と逆襲していきました。これもなかなか厳しい一着ですね。で、ここから佐々木勇気八段は4五歩とついて5三銀と引くんですが、まあ、これで藤井竜王の王様が非常に硬くなりまして、佐々木勇気八段は4五桂と飛ぶ手を、消してしまっているので、逆に後手が十分な形勢となっていきました。藤井竜王の巧みな序盤戦術が光りました。戻りまして、さっきのところですね。やっぱり先手は4五桂から仕掛けていく以外はちょっとこうリードを保つ手順が難しかったという状況だったようです。あと、まあ、この3五歩にかなり指しづらいんですが、4五桂と跳ねる手、これも有力だったようです。実戦は4五歩5三銀で後手玉が非常に硬く、藤井竜王がペースをつかみました。で、ここから藤井竜王が5五歩とついていったのが面白い一着ですね。仮にこれ同歩と取ると3六歩同銀、5六桂の王手金取りで技ありとなります。5五歩藤井竜王狙いの反撃でした。で、佐々木勇気八段は6七金と上がっていきます。そして5六歩に5五歩とうまく受けていきました。これもさすがの一着ですね。後手から5五桂を消して、まあ、5六金で厚みを築いていこうと、そういった一着でございました。
で、ここから藤井竜は6五歩と引き捨てを入れまして、同歩に9三角と打っていきます。一気に決めてしまおうという手なんですが、ここから佐々木八段の粘りが非常にうまく、結果的に9三角は少しだけ指しすぎだったようです。6六桂と桂馬を打って4八の金取りを受けたのが好手で、再び若干先手ペースの流れとなっていきました。で、藤井竜は以下8五歩と打っていきます。で、ここで佐々木勇気八段は2四歩の突き捨てを一発入れようとしたんですが、実はここ8六歩と取る手も成立していたようです。ただ藤井竜は一回同歩と突き合っていきました。そしてここから佐々木勇気八段が指した次の一手が、そのまま敗着となりました。局後の感想戦でも速度計算を誤ってしまったと、そんなお話を佐々木八段がしていました。それが5六銀ですね。8筋取り込ませて8二歩から逆襲していこうという手だったんですが、これが敗着級の一手となってしまいました。ちなみにここでは8五歩と、取っておけば同飛車8六歩6五飛車と、桂取りに当てられて嫌なんですが、8八角と頑張っておいて、評価値的にはもうほとんど互角と、まだまだいい勝負と、そういう形勢だったようです。ということで、そうですね、この5六銀が致命的な一手となりました。藤井竜は8六歩と取り込みまして、佐々木八段は8二歩と狙いの反撃を入れていきます。で、同飛車に5四歩とついていきました。で、ここで、銀逃げると、例えば5五角のような筋、7一角のような筋が非常に厳しくなってくるんですが、同銀右と強く取ってしまうのが好手でした。8七歩成が厳しいので、並大抵の攻めでは間に合わないというわけですね。で、佐々木八段は7一角と打っていくんですが、構わず8七歩成が強手で、後手優勢が確定となりました。以下、8二角成同角と飛車は消せるんですが、今度は4六角打ちなどの攻めが厳しく残っております。例えばここで8一飛車のようにやりますと、4六角打ちで5八玉3六歩という攻めが次の3七歩成を見せて、早く後手が一手勝ちになるというわけですね。ということで、実戦は5四桂と銀を取りまして、同銀に5三歩と佐々木八段が王手していきました。ここ実は同金と取る手も結構有力で、例えば7二飛車なら合駒して8二飛車成に4六角と王手竜取りをかける手があるので、8二の角を取る手がちょっと成立しないというわけですね。ただ藤井竜は万全を期して4二玉と寄りました。これも手堅い応対です。そして佐々木八段は2四飛車とさばいて、2一の桂取り、そして5四の銀取りを見せて、最後の勝負をかけていきます。しかしここで藤井竜が受けずに6六歩と打っていったのが、これがまた素晴らしい一着ですね。取ると7七角などがありますので、2一飛車成と佐々木八段も攻め合っていくんですが、6七歩成同銀に3一歩が冷静な一着で、ちょっとこれで後手陣攻める手段が難しくなりました。以下、3四桂、5三玉、8三飛車、6三銀と藤井竜が進めていきます。この6三銀もまたいい手ですね。これ当然8二飛車成だと4六角の王手竜取りがあるので、角が一見タダなんですが取れないと、そういう状況になっています。なので、佐々木八段は6四銀と打ちました。で、同角、同歩と進んで、一見すると先手の攻めが早そうに見えるんですが、ここから局後佐々木八段がうっかりしたという藤井竜の決め手がありました。それが7七とですね、これ以外だったら先手もかなりやれてそうだったんですが、この7七とで完全に佐々木八段、目論みが崩れてしまったようです。で、7七とに対して仮にこれ同玉と取ると5九角の王手金取りが痛いですね。6六玉には4八角成と王手で金を取られてしまいますし、6八歩とか受けられたらいいんですが、あいにく2歩で打てないという状況。
そして6八角と手放すようでは後手玉が相対的に安全になってしまって、まあ、6五桂と打たれてちょっと勝てないということですね。で6六行くと4八の金取られそうですし、8七玉も6八角成で、後手玉は詰まず、まあ、角使ってしまったのが大きく後手玉は詰まず、先手玉は受けなしで後手の勝ちとなります。まあ、ということでまた8八玉とかも7七銀から比較的簡単に詰まされてしまいそうということで、実戦は佐々木八段取ることができず5九玉と仕方なく引くんですが、そこで6七とと取った手が、これが詰めろ逃れの詰めろになりまして勝負ありとなりました。まあ、7七とが絶品の決め手でしたね。で佐々木八段は6三歩成同金としまして、まあ、詰ましに行ってもちょっと足りないので6五角と打っていきました。まあ、これもしかしさすがの攻防手で、まあ、6五角打たないと後手玉、先手玉4七桂と打って同金に5八金という詰み筋があるんですが、6五角と打っていれば4七桂に同角と取れるという、攻防の一着になっております。まあ、さらに後手玉5四銀からの詰めろですね。でこの詰めろ逃れの詰めろにどう対応するのかと見ていたんですが、藤井竜は強く7三桂と角に当てて打っていきました。これがまた痺れるような素晴らしい一着です。7三桂に、まあ、仮に5四銀と打ってくれば6四玉とかわして、6三銀成は6五玉と逃げれば勝てるというわけですね。なので実戦は佐々木八段3二竜と最後の勝負手を放ちました。これで仮に同歩と取ると5四金同金7三飛車成6三合駒6二銀5二玉6四桂と打って4一玉は7一竜まで、同飛車は5三歩4一玉7一竜までという詰みがあるんですが、3二竜の局面で藤井竜は見事な詰みを用意しておりました。ここから15手詰めですね。これが5八銀と打ちまして同金同と同玉5七銀という筋でした。もう本当に惚れ惚れするような鮮やかな詰み筋が決まりまして藤井竜の、勝ちとなります。実戦は同玉と取るんですが、仮に4七玉の場合は5八角と打つ手がありました。で5七玉なら6五桂馬と角を取れますし、3八玉には4九角成というのがうまい手ですね。取れば4八金で詰み、2九玉も3九金と下からべったり打ってきまして、でどちらにかわしても2七金までの詰みとなっております。ということでちょっとこれは詰まされてしまいますので、実戦は潔く佐々木八段同玉と取りまして、6五桂4七玉と進行して5八角が鮮やかな捨て駒で佐々木勇気八段の投了、藤井竜が見事にグランドスラム達成となりました。本当におめでとうございます。以下仮に同玉ですと5七金と打ちまして、どこにかわしても金打ち頭金までの詰みですね。5九玉なら5八金打ち、6九玉なら6八金打ち、4九玉ならこの4八金打ちで頭金までの詰みとなります。また3八玉も4九角打ち、2九玉3八銀1八玉2七金という、これも容易な詰みということで、まあ、逃げ場所はいろいろあるんですが、いずれも簡単に詰まされてしまうということで、佐々木勇気八段ここで無念の投了となりました。まあ、一局を通して本当にキビキビした名局だったと思うんですけど、やっぱりちょっと佐々木八段が、感想戦でも嘆いていたように、まあそうですね、8筋を取り込まれていけるはずが実は完全に後手の一手勝ちペースになってしまったというのが大きな大きな誤算だったと思われます。そうですね、この5六銀のところで、まあ普通に8五歩と取っていれば、まあ若干後手ペースかなという感じはするんですが、8八角と打ってほとんど互角の戦いが続いておりました。勇気八段としては悔やまれるところだったでしょうか。そしてやっぱり最後ですね、その勇気八段も 見逃したという、見落としてしまったという、やっぱり7七っていう手が非常に厳しく見事な見事な決め手だったと思います。
当に藤井竜王の怪人譜といえる素晴らしい内容で JT 杯、銀河戦、朝日杯に続く4期戦目の優勝という風になりました。本当にすごいですね。ということでここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。ご評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますのでどうぞよろしくお願いいたします。100手目のこの77と何回見ても素晴らしい着ですね。それでは失礼いたします。ありがとうございました。